ヘイゼル・アン・ブリアーズは、イギリスの政治家、労働党所属の庶民院議員、ゴードン・ブラウン政権でコミュニティ及び地方自治大臣を務めた。1956年、マンチェスター近郊のサルフォードで生まれる、トレント専門学校で法学を専攻、後にチェスター法律学校を卒業する。1987年の総選挙では、 タットン選挙区から1992年の総選挙ではベリー南選挙区から出馬するが落選。1997年の総選挙で去るホード選挙区から出馬し、初当選を果たした。この選挙では女性議員が大量に当選したことから彼女たちはブレアベイビーと呼ばれた。初当選後、1998年までは保健大臣アラン・ミルバーンの下で、 1999年の10ヶ月間は財務省主席担当官アンドルー・スミスの下で議会担当秘書官として働いた。2001年の総選挙の際は労働党のキャンペーンチームのメンバーとなり後に副代表を務めた。総選挙後は保健省政務次官としてブレア政権のメンバーとなる。2003年には労働党全国執行委員会のメンバーに 2005年総選挙後の6月7日には、数密顧問官にも選ばれた。2006年の内閣改造に際しては、イアン・マカートニーの公認として労働党の幹事長に就任した。2007年、トニー・ブレア党首とジョン・プレスコット副党首が辞任を表明すると、副党首選挙に立候補したが、再会で敗れ、副党首には、ハリエット・ハーマンが就任した。ブレアの辞任後、 ゴードン・ブラウンが新党首、首相に就任した。当初、ブリアーズは忠実なブレア派であったため入閣はないと見られていたが、コミュニティ及び地方自治大臣に任命され閣僚入りした。2009年6月、住宅の売却益に係る税金を免れていた。疑惑がスクープされ、この責任を取る形で、マイケル・マーティン会議長来与野党議員20人と共に隕石辞任を表明した。 1989年10月21日、事務弁護士のマイケル・ハルサルと結婚しているが、二人の間に子供はいない。夫と共にバイクが趣味である。エネルギッシュで活動的な性格から、マスコミからは人間電池、ミスリトルハッピーといったあだ名を付けられている。身長は147センチメートルと小柄。ありがとうございます。